お城があるみたいなんですよね、日本が舞台で。あれ？これ、ジャガーノートじゃない？え？ジャガーノートがいるの？ここ。いて！めっちゃ敵来るけど。あ、いた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 ！見えない！うわ、城が見えてきたぞ。うわー、ウィルソンがいるやん。刺され！痛い！引っかかった！すごい、本当に城攻めるみたい。どうも、肉丸です。いつも動画にコメントやグッドボタンありがとうございます。タイトルにもあります通り、今回からコールオブデューティーモダンウォーフェア2シーズン2になりました。今回もいつも通り DMZ をやっていくんですけど、なんかいろいろ変わったみたいなんですよね。まあ、全てどこが変わったかは把握してないんですけど、この画面で見る限り、まず派閥任務が新しくなりましたね。これまで派閥任務がちょっとソロが厳しかったというか、難易度が高すぎるということで、いろいろ運営にも意見があったそうで、ちょっと簡単になってたらいいなと思います。すべての、実績が一旦リセットされて、すべてティア1に戻ってますね。新しくクラウンっていうのが入ったみたいなんですけど、これはまだロックが解除されてない状態ですね。ブラックマウスもリージョンもまだロックがかかってます。で、できるのがホワイトロータスですね。軽く内容を見てみましょうか。あらかじめ3つすでにセットされてるみたいですね。セットされてるのが、キャプスを押してタックマップから携帯をピン。優しい。携帯を探して情報をダウンロード。簡単ですね。契約を完了。素晴らしい。いや、これでいいんですよ。ティア1はね。次。マウスを使用して敵を5人ピン。簡単ですね。敵を5人切る。1回の出撃で武器を1つ拾うってことかな。いいですね。レジ係。レジを開ける。開けましょう。キャッシュを1万ですね。これ10万じゃなくて1万です。優しい。そして展開先から脱出ということで、これ生きて帰ればいいんでしょうね。ということで、もうすべてがもう簡単です。UAV タワーをピン。2機起動。優しい。乗り物をピンする。ガソリンスタンドで乗り物を満タンにして、給油して、給油する。で、バックパックに保管したガソリンタンクを使用して燃料補給。いや、いいですね。購入ステーションで貴重品を売る。購入ステーションでアイテムを1個購入する。いやーね、ちょっと前回難しすぎて、結局保証品2つ目をアンロックできなかったんですよね。なんか多くの人が保証品を2つにできなかったということで、私も漏れなく二つ目解除できなかったんですけど、その保証品の解除もちょっと優しくなってるみたいで、保証スロット2の解放条件がですね、ブラックマウスのティア1ストーリーを完了なんですよね。これまで保証スロット2は、すべての派閥任務のティア3を多分クリアしないと解放しなかったのに、かなり楽になってます。その代わりここはちょっとね、まあ相変わらずというか、ここはティア5をクリアするか、クラウンのティア3なんで、クラウンは難しいんでしょうね。でもかなりここが優しくなってる印象を受けます。ちなみに、密輸品もすべてリセットが入りまして、これは最初から入ってた武器ですね。ちょっと武器のカスタムのグラフィックが見やすくなってますね。これまでちょっとバグだったのか、どこがカスタムされてるか、いまいちわからなかったんですけど、これはちょっと見やすいから、今後、どういうカスタムがされてるか拾っても見やすくなりそうですね。ということで、武器は全部なくなっちゃったんですけど、新たに少し入ってます。ね、お気に入りの武器いっぱい持ってたんですけどね。他に紹介することは何かあったかな。
あ、そうだ、新しいマップが出たんですよね。この後紹介しようと思いますけど、ちょっと武器をまずセットしましょうか。何から持っていこうかな。今回は3人で行こうと思うので、野良犬3人ですね。じゃあスタンと、まあ、とりあえずいつものテルミットと、弾薬箱を持って、ショットガンか。ちょっとこれいらないかな。M4 だけでいいかな。ちょっと新マップに行こうと思うので、ちょっと偵察がてら M4 だけ持っていきますか。アーマーもね、ちょっと1に戻ってますので。じゃあ派閥任務はもう最初からセットされてるものにしましょう。で、早速行きますかね。で、マップがですね、新しくアシカアイランドっていうのが追加になってます。アシカアイランドが侵略されたシャドウカンパニーのエージェントや敵オペレーターを警戒しながら島を探索せよということで、シャドウカンパニーってことはビルディング21にいた敵と一緒ですよね。ってことはアルマズラよりも難しいんでしょうね。ビルディング1みたいなとこかもしれません。全然ちょっと情報がないのでわからないんですけど、知ってる情報としては日本が舞台らしいんですよね。小さな島で日本が舞台ってことだけ知っています。敵はシャドウカンパニーってことで、ちょっと生きて帰るの難しいかもしれませんが、とりあえず一回行ってみましょうかね。お、初めてのアシカランド観光しましょう。探索し、情報と戦利品を確保しろ。脅威が高く、よし。あ、もう敵が見えるな。わー、港からスタート。お、いきなりランクアップしたぞ。プレイヤーもいるらしいのでね、気をつけましょう。おー、港町なんだな。なんかちょっと霧がかかってるのか、見にくいですね。木箱。貴重品があったの。あ、なんか喋るな。アーマーを補充しろ。あ、二人とも3アーマーだ。すいません、私。初めて来たもので、ここに。強そうだな、二人。いいものあったらください。ない。ちょっとあんまりはぐれちゃダメだけど、アサリもしないとね。お、あ、契約もある。あ、これまで通りの契約あるみたいですね。お。へぇ。よし、初めて敵を倒しました。あ、人質の声もするな。あ、ありがとう。ん？どこだこれ？中か。あれ？中に入れないぞ。はい。蘇生キットがあるけど。あれ、めちゃくちゃいいもの持ってるじゃん。お？入れないぞ。どっから入るんだこれ。あ、こっから入れた。エアストライクと、どこにあるんだろう。あ、ありがとう。あと何かあるって言ってたな。エアストライクがあるって言ってたけど、あれはもう仲間が取ったかな。やばい、置いてかれる。ちょっと、全然場所が分かってないから。どうでしょう、若干硬いかな、敵も。やばいな、ついていくのがやっとだな。弾入れときましょう。危ない危ない、敵だ。アーマー入れなきゃね。敵がちょっと、見にくいね。おう。やばい。あぶないあぶない。やばい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 。お、フェネックがある。フェネックゲット。ありがとう。よし、
2アーマーもらいましたよ。爆弾があって、あ、向こうに行ってる。なんだ、こっち側に何かあるのかな。ちょっと、お、トンネルみたいのがある。地下に繋がってる。あ、もう全部開けられちゃって。おお、なんかぐいぐい進んでいくけどな。なんかお城のマークがある、ある。なんかお城があるみたいなんですよね、日本が舞台で。あれ？これ、ジャガーノートじゃない？え？ジャガーノートがいるの？ここ。え、て。奴らに狙われてる。え？ちょっと待って。敵のプレイヤーなのか NPC に撃たれてるかがわかんないぞ。ピンの音がしてるから NPC。 お、いる。蘇生してあげたいけど。待て、倒すの、倒さないの。お、倒した。これジャガーノートだから武器ケースとか持ってないの。え、これ普通の敵ですか。ボスじゃないのか。あ、でもハテナボックスの範囲だけどな。でもあれは違うのか。これ洞窟みたいのがある。開けよう。あれ、いいものがない。え？え？こいつ大量にいるの？ちょっと待って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 。びっくりした。え、ジャガーノートがたくさん湧いてるの？危ない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 。え？怖い怖い怖い。テルミットを刺すか。刺さってないけど。倒した？あ、倒した。倒したけど、こんなんがいっぱいいるのか、ここ。うわ、敵多い。あ、中バックゲット。おいおい、敵が、味方がすぐやられる。あった、危ない危ない危ない。強いね。一人上がってった？上がってったかな。怖い。めっちゃいるな、ここ。上がりましょうか。一人上がったっぽいな。プレイヤーもどっかにいると思うんで怖いんですよね。あれ、弾がなくなった。違う、 M4 弾が取れてない。え、弾がないぞ。違う、なんで弾が取れないんだろう。え、弾が取れないんだけど。弾を拾いましょう。タック56いいな。あ、でも同じ弾はやばい。あれ、フェネックどこに落とした。フェネック、フェネック。うわ、城が見えてきたぞ。 UAV もあるのか。どこに行くんだ、要塞に行くのか。私は2番、あ、1番で。ふう、要塞に行こうって言ってますね。霧で見えにくいですね。要塞の鍵を、あ、発電所って書いてある。日本語で。ここはでも鍵が、あ？プレイヤーかと思った。鍵は、あ、開いた。やば、危ない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 。
なんで開いたの？どこ行った？自己蘇生は持ってるからいいか。アーマーが味方入ってないね。怖い。お。やばい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 、ちょ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 。オレンジボックスがあったね。入りたいけどな。オレンジボックス欲しい。よし、大バッグゲット。上に上がりましょう。いっぱいいっぱいだな。ん？お、自己蘇生ありがたい。できればアーマー、プレートとサンアーマーをください。おー、いいのがあるじゃん。持って帰りたいな。ショップもあると思うんですけど、なんだこれ、戦利品。びっくりした。怖い。ショップとか、あれ？ショップは？ちょっとショップ見てる場合じゃないか。危ないか。プレートが欲しい。プレートを拾いたい。あ、いた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 。プレートください。ふう、あ、入れなきゃね。ゆっくり観光してる場合じゃないですね。全然もう忙しすぎて。お、なんか車通するぞ。お、プレイヤーか。他のプレイヤーがいるな。待って、置いてかないで。お、お、あ、弾がもらえるか。あれ、どこだ？あれ、下か。お？あ、でも頭に当てると、一発の敵もいるな。お、サムサイトも動いてるぞ。アパートもある。なんか白い人がいる。お、なんかバラバラになっちゃってるけど、チームが。大丈夫かな？これ、あれか？ HVT 的な？あ、やっぱ HVT だった。あ、こっちにしようか。まあ、持って帰ろう。とりあえず上には来ましたけど。後ろ危ないよ。閉めときましょう。これは脱出ポイントがあるのかな、いつも通り。あ、あ、あるな。ありがとう。こっちよりこっちに変えとこうか。両方アサルトだけど。ふう、こっち使うか。40発出るもんね、こっちは。お？怖い怖い。もらい。めっちゃ敵来るけど。プレートもらいましょう。プレートも回収して、お、ショップ行こう。ショップ、他のプレイヤーいないか。ちょっとチームがバラバラですね。アーマーを買うか買わないか。
はい。あ、増援ヘリもやっぱ来るのか。びっくりした。わかんないけど、危ない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 。青色さんについていこう。あ、お城に行くって言ってるな。あ、弾薬補給もあるんだな。なんか門、お城の門の近くに来たぞ。ここにまたハテナボックスのマークはあるけど、何かボスがいるのかな、こっちにも。プレイヤーが意外といないな。あんまりいないのかな、中には。行きにくい、進みにくい。バチバチ言ってるな、中いるな。中にプレイヤーがいるのかな。一緒に行動しましょう、とりあえず。うわ、これ、崖見にくい。うわ、置いていかれる、置いていかれる、置いていかれる。UAV が上空で旋回を始めた。プレイヤー、あ、プレイヤーがいるよね。武器ケースを持ってるぞ。すごい近くにいる。お、倒してる。あれ、みんな上手いな、行き方が。なんか、屋根の上から行ってるのか。おお、次々仲間が入ってる。私が死な沼に。お、いきなり武器ケースを仲間がゲットしました。すごい、6人になった。中で何が起きてるんだ。あ、3アーマー欲しいけどな。おお、怖。おお、城の上に上がってきたけど。ものすごい上に来たけど。天守閣の上まで来たけど。中にどうやって入るんだ、これ。あ、中に入り方がわかんない。いた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 。サンアーマーがあるって書いてあるのに。よし、こっちだ。サンアーマーゲットする。サンアーマーください。やった、ハンガーまでゲットしました。ふう、仲間が6人になってますからね。お、この人が持ってるみたい。へえ、アルマズラでは武器ケースを集めたら K2 比のスキンがもらえたんですけど、ここは何もらえるんだろう。すごい、お城の中にロッカーがある。残り3分。ちょっといつも、動きがいい。あ、なんか発見されたけど。ん？ん？な、何に発見されてるの？いた。やばい、みんなで一緒に行こう。危ない。お、危ない危ない。あ、間違えた。ふう、怖い。あ、あっちです。脱出は向こうです。ちょいちょい何かに発見されてるんだけどな。よし、みんな逃げよう。うわ、危ない、すごい危な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 い。危ない危ない危ない。お堀に落ちちゃう。あと 100m。 逃げろ。お、やられたぞ。いて、撃つのがうまいな、ここの NPC は。よし、もうちょっと前に出ようか。あんまり出ない方がいいか。山の上にいよう、怖いから。おお、怖い。
びっくりした、足音がした。あ、来た、脱出できた。こういう島の地形なんですね。あ、欲しい、欲しいです。取り合いだ、取り合い、取った、やった。おお、おお、 NPC かな。あー、来てた、やばいやばいやばい、すいませんすいません。乗れるか、よーし、いつの間にか仲間が6人になりまして、落とせ。あ、こういう、あー、なるほど、こういう見た目なんですね。中央にお城があるのか。レジは、お、他の人たちも任務が進んでますね。お、なんやかんやでいろいろ進んでいます。ただ一つも全て完了したのはなかったですね。だいぶわちゃわちゃしましたけど、なぜか生きて帰れました。よし、じゃあ一回出ましょうか。お、経験値もいっぱいもらいましたよ。バトルパスっていうのはまたもらい始めます。バトルパスを貯めるとこのキャラクターが使えるのかな。これも有料なのかな。これがなんか日本人なのかな、なんかちょっと和風な人なんですよね。入れ墨が入ってますけど、ま、バトルパスを集めることによってここにも新しい武器ということで、新武器も、これも新武器かな。これはなんか AK のショットガンだったかな。あとこれはアサルトライフルですかね。あとなんか刀みたいのもあるみたいです。よし、武器見てみましょう。あ、タック56の使いやすいのを拾いましたね。これはいいので次また持っていきましょうか。で、フェネックもゲットできましたね。よし、今は弾薬、武器ケースが、武器ケースじゃなくて何だったっけ、密輸品が少ないですからね、ありがたいです。これも減らしといて、あ、今サンガーマーで帰ってきましたね。キリストリークもゲットしたし、自己蘇生大バック最高の装備で帰ってきました。プレイヤーもいたみたいですけどね、私が到着する前に全て終わってました。あのジャガーノートみたいのがいましたね。ジャガーノートがいたから、あれが武器ケースを持ってるボスかなと思ったんですけど、あれ2体は 見たから、あれがちょいちょいいるってことですかね。アシカイランド恐ろしいですね。とりあえずもう一回行きましょうか。敵を5人ピン、あ、これジャガーノートみたいなやつをピンしたからちょっと進んだのかな。携帯をピンするか。他に派閥にも何があったっけな。あ、UAV タワーか。ちょっとこれを適当に。おお。購入ステーション行くかもしれないんで、購入もつけておきましょうか。よし、じゃあこれでもう一回行ってみましょうかね。ちょっと、さすがに一回の出撃ではよくわからなかったんですけど、中央にお城みたいのがあることが分かって、そこにおそらく武器ケースが、あるっぽいですね。そこには多分ボスがいると思うんですけど、どんなボスがいるかはちょっとすでに倒されていて見てませんでした。じゃあもう一回行ってみましょう。だから敵がちょっと見えにくいですかね。シャドウカンパニーの敵なんで、この黒いタイプというかね。で、洞窟の中は強かった気がするな。洞窟の中の NPC は
頭にもアーマーがついてたけど、外にいる AI 兵はヘルメットしてなかったタイプは頭を撃てば一発で倒せたかな。まあ、みんないい武器持ってるんで、まあいい武器は拾いやすい場所かもしれませんね。それはビルディング21もそうですけど、ビルディング21もたまたま行ったら、行ったら1回目になんとか脱出できたんですけど、今回もアシカアイランド、初めてなんだけど脱出できて、これ意外といけるのかなと思ったら、ビルディング21はボコボコにされましたからね。ここは比較的簡単なら、まあいいアイテムを、武器を拾って帰る場所で、まあアルマズラに行くこともできると思うんですけど、ここが簡単な場所なのか、今たまたま生きて帰れただけなのかは、ちょっと2回目のこの出撃で検証しましょう。マップどうなんですかね。アルマズラの半分もないよな、これ。なんかアイテムのこのピンの感覚からして、4分の 1? もっとちっちゃいかな。すごいちっちゃそう。お、動かないぞ、みんな。あ、みんな、1アーマーだ。弾薬。マークがあるな、これ。あ、これが、あ、これが弾薬ね。オッケー、オッケー。適当にピン刺しますか。エリミネーション契約があった。ちょっといろいろやって、探り探り行きましょう。いいね。あんまり、あ、ありがたい。ありがとう。序盤のアーマー貴重ですからね。ショップに行かないと、手に入らないんですけど、なかなかね。3枚はありがたい。ちょっとね、この霧がかかってあんまり見通しが効かないんですね。小さいけど見通しが効かないから意外と周りが見えないっていうね。前回は NPC じゃなくてプレイヤーたちはお城にはいましたけど、さっきはたまたま多分あんまり接敵しなかったっぽいですけどね。あ、アーマーもらうよー。ウルトラマン、優先ターゲットの居場所を特定した。処刑の権限を与える。お？あ、何か持ってるかな。ん？あ、M16 か。あ、フェネック、あ、違う、これ、あれ、なんだこれ、これみんな使いにくいぞ。うわ、いっぱいいる。うん、持ってる武器はやっぱ基本的にはいいもの持ってるな。あ、ここ放射のエリアがあるのか。ってことはここにもなんかボスがいるのかな。お、 UAV タワー。戦利品があった。いかんな、売るほど物を持ってないけど。120m ってことは、これ映ってますね、我々ね。狭いから映るよな、これ。すぐにね。あんまりこっち行ったら危ないんじゃないかな。100m ってすぐそこですからね。いや、欲しいけど、これ、あ、こっち側でよかった。ちょっと、危ないけど。よし。どうしましょうか。あ、UAV タワー止まったけど。うわ、硬っ。さっき硬いタイプの敵でしたね。仲間と、あ、たっ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 た。仲間と一緒に行動しましょう。常に、ね、狭いんでね。一応車もあるのか。これ狭いんだけど。ボックスもあるのね。お！いいね。これいいもんあるで。
なんかオレンジボックスが鍵がかかってないとこにあるのはいいな。うわ怖い。怪我をした。乗ります。あれ弾薬庫があった。乗ります。あれどっか行っちゃう。お仲間さんどこに行くんだろう。狭い島ではぐれたら。お、走り回ってるな。ドライブ中か。乗りまーす。あれうわ霧がかって見にくいけど敵はいる。敵がいるのは見える。どっか行っちゃった仲間。うわ強い強いなあ。あれうわ倒されたね。プレイヤーが一人で行動するからよ。一緒に行けばやられちゃったね。行ったらやられるよね。プレイヤーが二人もいる。いるなぁ。挟まれてる。ここまでか、肉丸くん。サングレネードを使う。ウルトラは敵のオペレーターが仲間のタグを持っている。はい、ミスター。ウルトラは付近の活動が増加している。警戒しろ。二人はいるよね、下にね。見えない。あ、痛い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 。見えない。あ、上に NPC が来てたのか。ちょっとどっか行ってくれ、どっか行ってくれ。上上がってくるぞ。いた。やられた。NPC が屋根の上に降りてきてましたね。それを処理してたら撃たれました。やっぱ狭いんでプレイヤーが近くにいますね。だから3人仲良く行動したいんですけどバラバラになっちゃうと瞬殺されますね。あのはぐれていった仲間は何をしに行ったんだろうな。車に乗ってね離れていって何か用事があったのかな。あ、さっき、サンアーマーだったから、これ持って行ってもよかったかな。まあ、でも今のは RPK 持って行ってっても、屋根の上だったんでね。やられてたと思います。これも最初からあった M4 なんですけど、これ持っていきましょうか。なんか先が短いから、ちょっと反動が強そうで使いにくいかもしれませんけど。じゃあ今回はこれで行ってみましょう。お、ここは最初に来たとこかな。現地部隊の抵抗や他のオペレーターに注意しろ。お、ケイニーがいるぞ。こんにちは、よろしくお願いします。あ、私も1アーマーです。あ、ちょっと登ろう、早速登ろう。リーコンドローンか、ありがたい。あ、猫ちゃん、猫ちゃんの像を初めてゲットしまった。あれ仲間がいない。向こう側から行ったのか。ほう、ちょっと待ってくれ。あれあっぶね。意外とこの銃使いやすいな。だけどやば、仲間とはぐれたらやられるぞ。ウルトラは HBT の居場所を特定した。やつは賞金首だ。処刑の権限を与える。あされあされ。オッケー、ナイス、中バック。やっぱ、ショップに行ってアーマーをゲットしないとね。今回もなんかチームバラバラだな。え、あの人動いてなくない？動いてない。なんで。
最初から戦力が減っています。素手か、素手ぐらいなら一旦ショットガン持っとくか。よし、行こう。あ、2番さん動いて、動いてるか。うわっ、なんか色付き、あぶねあぶねー。これにしましょうか、とりあえず。ふぅ、あぶねえ。ニアマ欲しいな、ないかな、ここの倉庫の中。ああ、こういう鍵の、鍵付き、お、黄色さん早く動いてないか。お、プレートも1枚でもありがたい。あ、来た来た、2番さん来た。何してたの？トイレ行ってたの？でも来てくれてありがとう。ほんと一人が大事ですからね、DMZ は。一人抜けると、戦力 30% ダウンなんで。お、こう脱出ポイント。お、プレイいるぞ。ん？違うか。うわ、危ねえ！あの、マシンガン。ぶっ放してくるタイプのアーマー兵いるな。ちょっとプレイヤーと戦うには弾が少ないかな。30発はね。おーい、びっくりした。でも、あ、金庫があります。初めての金庫。家がボロボロ。お、タグを確保したってことはプレイヤー倒したのか。お、キツネの仮面、なんか動物のものがいっぱいあるな。呼んでもねえのに来るんじゃねえ。金庫時間かかるな。重装甲のターゲットが守っているから攻勢は避けられない。アーマーありがとう。できればニアーマーが欲しいです。あー、仲間が行っちゃう。ちょっと待って。アーマーが入ってたらばいいけど、進むの遅いな。こんな遅かったっけ、金庫って。びっくりした。プレイヤーが降りてきたかと思ったじゃん。びっくりさせないで。ああ、そう、サプライドロップもいいな、ここでゲットするのはね。よし、開くぞ。お待たせー。あれ、いいもんない。いるんだったらあげます。はい、分けよう。あら、いりますか、あなたは。はい、置いときます。ショップ、ショップ行こう。ショップ、ショップ、ショップ、ショップ。お金があるからショップ行こうよ。来てる？大丈夫？みんなと一緒に行動しないとやられるぞ。OK。これ、あれじゃない？ニアーマー買えるんじゃないか？ OK。よし！何でもできるぞ。どこに行きたいんだ？お城に行きたいのか？お城の門をくぐって正面突破するか。危ない、あー、まあ入れてなかった。
よし、これ出しときましょう。自己蘇生もらったらありがたい。あれどこ行った自己蘇生、どこにあった、ないか。シェイシェイ、すごい中国語を言ってる。とりあえずお城の方行ってみましょうか。開いた、全然見てなかった。あべ、硬いやつがいるぞ。痛い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 。うわー、ウィルソンがいるやん。刺され、痛い、引っかかった引っかかった。ちょっと待って、ごめんなさい、めっちゃじゃめっちゃ来てる、ごめんなさい、ぶら下がって引っかかっちゃいました。ありがとう、隙間から。あ、ごめん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 。うわ、めっちゃ敵いるじゃん。離れよう、とりあえず。あぶね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 。もう行った方がいいか、逆に。前に出よう。ウィルソン、おっかね。城を攻めるぞ。ウィルソンをほっとこう。武器ケースのマークはあるな。あれ発見された。お、あぶねえ、一人30発使うわ。ん、あ、ちょっと来るぞ。なんかこの中にいる。大丈夫か、自己蘇生もったいないぞ。お、いい、そう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 、すぐ行きます。オッケー、ナイス。落ち着け、私はアサル。ふう、よし、一緒に行こう。お、おい、お、すごい、なんかシステムはハックだって。へえ、なんかそういうハッキングができるのか。おお、和室にロッカー。行くぞ、突入。危な、危ね、テルミットくれ。突撃。うわ、ちょ待て待て待て、なんかグレネード撃ってくるやついる。うわー、左引っかかった、引っかかった、危ねー。グレネードランチャー持ってるやついなかったか、今。あぶねー、あれボスかな、なんかグレネードランチャーぶち込まれたんだけど。うわー、クラスターマインみたいなのがあった。よし、一緒に上がるぞ。何が、何を、あぶね、すごいクラスターマインが山ほどあるぞ。すごい、本当に城攻めるみたい。うわ、やっぱり一番上にいるのかな、ボスは。上がれ上がれ。うわ、やべやべやべ、どこどこどこ向いてるかわからん。あれ、なんだこれ。上がれ。うわ、うわべ、うわー、やばい。そうか、
すまないね、ちょっと引こう。助けれるか。俺がついてる、しっかりしろ。トラップに引っかかっちゃいましたね。お、ボムメーカーがダウン。あ、ボスだったのか。あれ、それか他の人が倒したのか。他のチームが倒したのかな。よし、サンガーマーゲット。ナイス。サンガーマーゲットはでかいよ。ウルトラは奴は優先ターゲットだった。バウンティー契約は完了だ。あ、この人は武器ケース持ってるのか。ってことはどっかにボムメーカーっていうのが倒れてたんでしょうね。え、痛い。びっくりした。他のプレイヤーかと思った。アーマーあるかな。あ、少ないね。帰ろう。お家に帰ろう。危ね。危ね。よし、行くぞ、守るぞ。あと 90m 近い。うわ、こういうミスがいかん。こういうミスが命取られるぞ今後。ちょっと、あ、向こう行った。車に乗るのか。待って、乗ります。はいはい、乗ります。はい、頑張れ SUV。 よし、私呼んでこよう。よし、もうちょっとでブッケース持ち帰れるぞ。あれ、ここにも穴がある。怖っ。何この井戸みたいなの。え、私はこっちの方見てましょうか。黄色さんも後ろいますね。よし、行くか。こっちは大丈夫かな。よし、来た。乗れ。お、びっくりした。おなんとか武器ケースを3回出撃して2回武器ケースを取ります。おお、真下を飛ぶんじゃないぞ。この銃が思ったより使いやすかったですね。今回はプレイヤーに会うことがなかったので、なんとか生きて帰ることができました。お、ハンドガンゲット。あれ？最初の1回目も武器ケースゲットしたんじゃないのかな。あれは別パーティーの人が持って帰った判定になったのかな。あー、まあギリギリでしたね。よかった。おー、経験値いっぱい。
なんでこんなにたくさんもらったの？あ、武器ケースを拾ったからか。お、一つ目ゲットしました。これは定期的に使っておこうと思います。トークン。あ、これ使えるよみたいなことかな？使ってみようか。バトルパス購入。あれ？これ使うのは無料じゃなかったかな？ゼロは違うのか、こっちからだったっけな。え、これ。まあいいや。またこれはゆっくりやっておこうと思います。はい、ということで、今回初めてシーズン2になりまして、アシカアイランドが開放になりまして、行ってきました。3回行って、2回脱出？ 1 回はプレイヤーにやられちゃいましたけどね。ブッケースも一つゲットしまして、初めてだったんですけど、なかなか良かったんじゃないでしょうか。まだ全然地形的にも全然分かってないんですけど、また定期的に行きたいと思います。まだアルマズラの方も、まあ、ビルディングの方も行けるようなんでね、メインはアルマズラになると思うんですが、またちょっと用事があって来る必要があるかもしれませんし、まあいい武器が手に入りやすいので、アルマズラで物がなくなったらこっちに来て、うまく脱出できれば装備を整える場所になるかもしれませんね。新しい派閥にもいろいろ出てますので、今後どんどん進めて早く保証スロット2をゲットしてみたいと思います。今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあねー、バイバーイ。